ストップ、ひばりくんは、江口久志による日本の漫画作品。母との死別をきっかけとして、ヤクザの大空組に世話になることとなった、高校生、坂本幸作と、事実を知らなければ美少女としか見えない大空組の、長男、大空ひばりを中心とした日常生活を描いた、ラブコメディである。 週刊少年ジャンプ史上において1981年45号から1983年51号まで多くの救済を挟みながら連載され、長期の中断を経て27年越しで完結した。1983年には東映動画によりアニメ化もされた江口の代表作の一つである。江口の意図はヒロインを女装した男の子にすることによってギャグとし、 茶化すことによって当時少年誌で前世を誇っていたラブコメのアンチテーゼとなりうるギャグ漫画を制作することにあった。大空ひばりは2000年代の男の娘ブームの視点であるとされている。本作は日の丸劇場の次にあたる江口三作目となる連載作品である。江口が日の丸劇場を連載さえしていた当時は少年誌でラブコメディが流行していた。 江口はもともと、足立ちみるや、柳沢奇妙の作品を薄いていたものの、これらの作品の2番戦時と言えるほど程度が低い、作品が連載されていることに不満を抱いていた。そこで、江口は、惚れた美少女が、実は男で、主人公が困ってしまう、という漫画を描こうと考え、ヒロインを可愛く描けば描くほど周囲が、パニックに陥り、物語が動くとだろうと見込む。 女装への認知度は低かった当時であったが、連載開始にあたり障害となったものはなかった。主人公の名前だけは変えてくれと言われ、ミ空ひばりであったものが、大空ひばりになったという。タイトルは、関谷久志のストップ。兄ちゃんに由来する。また、連載当時江口は、イラストレーションという雑誌を読んでいたが、イラストの手法は、躍動感のある、ギャグ漫画には風向きだったため、 扉絵で同士から学んだ手法などを試していた。ひばりの洋紙服装については、ファッション誌、MC シスターを参考にしていた。当初は、オカマキャラを前面に出したギャグ漫画として考えていたが、ひばりくんを可愛く描けば描くほどギャグとなることに気づき、できる限りの可愛さで、ひばりくんを描くようになる。その反面、可愛く描きすぎたことによって、ひばりくんというキャラクターが、 超人的存在として、一人歩きをはじめ、情けない行動を取らせられなくなり、行き詰まるようになる。また可愛く描くことを含めた絵のこだわりが、アシスタントの使用を困難にして、原稿の完成が遅れ、1話を1週間で完成させることができなくなっていった。江口は、各週での連載を希望するが、西村茂雄が編集長を務める当時の編集部には受け入れられず、 その結果、落ち行や救済が目立つようになっていく。このことは劇中にも現れており、序盤で唐突に本編とは何の関係もない話を描いてページを埋めていた。ジャンプコミックス版の最後に収録されたメイキングオブ、ひばりくん。では、終始一貫して江口が締め切りを守れない言い訳とも取れる内容が描かれており、最後には制作現場が崩壊した挙句。 お粗末な原稿の仕上がりを浴びる担当と、怒り浸透の編集長の傍らで、息のいいネタを探しに、千葉の勝浦に行くと江口が逃げ出している。実際に江口が連載を投げ出し、締め切り日に逃亡したことから、編集日も打ち切りという形で、連載終了を決定した。本作は江口が WJ で連載した最後の作品となっている。2020年7月放送の 万道小林に出演した際にも本人の口から当時の経緯の一部が語られた。毎週締め切りに追われ、ついには翌日まで5ページを仕上げなければ間に合わない状況に追い込まれた。到底無理と判断した本人は仕事場から逃走し、締め切り時間が過ぎるまでホテルに潜伏してやり過ごした。翌日、もう終わったなと覚悟の上で自宅に戻ると、 西村編集長自らの電話があり、おお出てこいやと編集部への出頭を要求。そして会議室で話し合いが持たれた。本人は改めて週刊連載の限界を訴え、各週もしくは月刊連載への変更を要望する。同時期に TV アニメも放送中のデリケートな時期で、あったが厳格で知られる西村編集長はそれを許さず、うちでは、 面倒見きれないので、それならよそでやってくれと突き放し、連載打ち切りの交番が決まった。また、2021年7月の朝日新聞とのインタビューの中でも同様の経緯が語られており、その際、最終回となった原稿はネームができていたものの、締め切りまで約1日しかなかったことが明かされた。百八十三年以来、本作は未完のままの状態であり、 連載末期の文も長らく単行本未収録の状態が続いていた。本作は江口が連載を放棄してそのまま未完となった最初の作品とみなされていた。2005年、サイトボリューム23に2005年のひばりくんが掲載された。2007年のインタビューで江口は他の作品の続編への意欲を示したが、本作の続編執筆に関しては、 ひばりくんは難しいけどと否定的な発言をした。2007年、週刊少年ジャンプ時代の江口作品をまとめた、総集編、江口久しジャンプワークスの第1巻、江口久しジャンプワークス1ストップ、ひばりくんの表紙用に新たにひばりが描き下ろされた。再会を望む読者の声は多く、江口は彼らに向けて何らかの意思表示をする必要を感じていた。 2009年より、過筆修正と再編集を加えた、ストップ、ひばりくん、コンプリートエディションが行を開始、表紙を江口が描き下ろした。そして、2010年2月27日に発売された、コンプリートエディション最終巻では、ラスト5ページが過筆された、最終話の完全版が収録された。これにより、未完であった本作が27年越しで完結した。 ただしこれは、未完部分だったオチを完全にしたものであって、物語全体が乾燥したわけではなかった。完結を受けて、男の娘専門誌、音娘に、江口のインタビュー記事が掲載された。江口は続編について問われ、続編を描くとしたら、突っ込んで描かないといけない感じがするんですよね、としつつ、次のようなアイデアを語っている。19歳くらいの大学生になるのかな お父さんが死んだシーン、家から始まるのかな、と思っているんです。心臓発作がたびたび起こっていたんで、多分、工作くんが主人公で、ひばりくんと一緒に住んでいるかもしれない。自然な流れとして、つぐみさんが、サブさんと一緒になって、サブさんが、大空組の後目を継いで。それから、今度は工作くんの気持ちの方が、焦点になってきて、本当に、 男同士でも愛し合えるのか、と愛し合えると僕は思うんですけれど、そんな風にしていくと面白い感じがするんです。江口久志江口としては、本編の続きをそのまま描くつもりはなく、描くにしても、ストップ、ひまりくん、というタイトルではないとしている。後年、万道小林に出演した際も、あくまで本作は、ギャグコメディであり、坂本工作と、 大空ひばりの結末は当初から全く考えていない。ストップ、ひばりくんの世界観で二人を描けるのは高校卒業まで、それ以降を描くとしたら別の物語になるだろうなと語っている。母を亡くし天外孤独のみとなった少年工作は遺言に従い母の古い友人、大空ひばりの家に身を寄せることになる。しかしこともあろうに大空へは 関東国道連盟、関東大空組、つまり、弱小団体とはいえ暴力団であり、いばりはその組長だった。身の危険を感じて、逃げようとする工作の前に、飛び切りの美少女が現れ、にっこりと微笑みかける。彼女に一目惚れしてしまった工作は、大空き家で生活する決心をしたが、それが、運の月だった。つばめ、つぐみ、すずめと美人ぞろいの大空への姉妹の中で、 工作が最初にあった一番の美少女、ひばりは、実は、男だった。ひばりは、学校では、女で通しており、ごく一部のもの以外は、その秘密を知らない。その上ひばりは、工作を好きになったそぶりを見せ、積極的にアタックしてくる。ひばりの引き起こす騒動に巻き込まれて、工作の気の休まる暇もない日々が続く。ひばりの秘密に気づいた、 公園寺さゆりが公害しない代償として、工作に自分とデートするよう要求した結果、他の者のに目撃され、翌日学校で噂になるところでストーリーは一旦終わっている。1983年5月20日から1984年1月27日まで、富士テレビで金曜日19時19時30分枠において放送された。全35話。 元々原作のストックが少なかったため、すぐに原作のエピソードを使い切ってしまい、後半は他の江口作品のストーリーを転用したり、アニメ側のスタッフが作ったオリジナルストーリーを制作している。また原作よりもラブコメテイストが強めに描かれている。2003年、全話収録の DVD ボックスセットが発売された。なお、 アニメ内で描かれる電柱には練区の住所表示がある。上記2曲を収録した EP レコードはキャニオンレコードから発売された。2曲とも後に CD 化されている。オープニングテーマは大杉久美子によるカバーバージョンが存在する。なお、コンガラコネクションのギターは当時まだ無名だったホテイとがスタジオミュージシャンとして演奏している。キー曲。 制作局であるフジテレビではローカルセールス枠で放送されたことからフジテレビ系列の機関局でもテレビ西日本など放送されなかったつぼねや東海テレビ関西テレビ当時サネットしたつぼねがあったまたテレビ新広島では本放送終了後の1984年7月より放送が開始されたが小学校中学校の夏休み期間中の特別編成による 集中放送であった。テレビ新広島を除く放送日時は個別に出展が掲示されているものを除き、1983年9月中旬から10月上旬、時点のものとする。テレビアニメの放映当時、家庭用ビデオデッキはまだそれほど普及しておらず、家庭内には厳しいチャンネル争いがあるのが一般であった。本作テレビアニメの裏番組にはドラえもんがあり、 1983年10月からは、銀河漂流バイファムの放送が開始され、同じ時間帯に、ひばりくん、ドラえもん、バイファムが並ぶ状況となった。ライターの早川清一郎は、当時の状況を振り返って、時代の最先端を行く、ジェンダー論を取り込んだアニメと、ドラえもん。果たして子を持つ親はどちらを見せたがるかといえば、それは、ドラえもんになってしまいます。と述べている。 ドラえもんのために本作テレビアニメは視聴者獲得で苦戦することになった。精神科医の斎藤玉城は本作は女性的な外見と男性的な内面を対比させることで大空ひばりとの目まぐるしい日常を実現しているものであるとし異性層のキャラクターたちによる服装盗作の連続として捉えることができると解説している。漫画評論家の中野春雪は 大空ひばりが少年であり、活躍座の後取りでもあるという複合した設定が、本作をユニークで傑出したギャグ漫画にしていると評し、この成功はまた、少女たちを単に可愛く描くだけでなく、いい味を持たせ、色気も醸し出せる絵口の能力によるところが大きいとしている。ひばりの繊細な描き方は、ギャグ漫画であることを読者が忘れてしまうほど魅力的だとされている。 ライターの島田和氏は、80年代の空気感を見事に切り取りつつ、年月を経ても古びない時代を超越したクールな絵と、評している。私はその時小学生、ちょうどオシャレにこだわり出した頃で、T シャツ一枚買うのにも母を連れ回したり、していたのですが、その頃のオシャレの参考は、テレビや雑誌では他の誰でもなく、ひばりくんでした。雪雑誌、サイズに寄稿した。 漫画評論家のチョムオは、本作ではその全体的に警戒、ポップな文体のために、歪説、または不道徳な女装が生じておらず、テレビアニメがゴールデンタイムに放映できたのもそのためであろうと、推測している。チョムオは、女装を伴うギャグと比べ、ヤクザの組員を取り巻くギャグは、性質が極端であると指摘し、今日では、薬物ネタを含む一部のギャグは、 ユーモアとは受け取られないだろうと述べている。漫画解説者の南信長は高いファッションセンスを持つキャラクターを描いたパイオニアとして本作の江口を称賛している。南は本作が少年漫画のファッションをシンボルからアクセサリーへと事実上変化させたと評している。江口の細部へのこだわりも称賛しており、例えばある回で工作が チャックテイラーオールスターズを履いている点を挙げている。ガーディアン紙はジャパンソサイティの美術展を紹介した記事において江口が進め、パイレーツや本作の創作を通じ実質的に J-POP 現象全体への道を開いたとしている。中学時代に本作を読んだ手紙鉢の作者浅田博之は本作の新しいセンスに憧れ絵にも影響を受けた。 ヒューラ・イサオによる小説未来放浪ガルディーンの主人公の一人は大空ひばりがモデルになっている。イクヨル大国道教会のない世界は18歳になると性別の選択が可能になる世界を描いた漫画作品であるが、イクヨルは第一巻の内田恵古編を本作やプラナスガールのフォーマットに順じて描いたと述べている。島田和氏は2020年の論考において 大空ひばりがい生葬者や芸に対する差別や偏見を排除し、80年代の人々の認識を変えた原動力の一つになったのではないかと述べている。江口も何人かの読者が本作に影響され女装を始めたと報告している。島田はギャグであるはずのひばりの女装が、実際はあなたの好きなように生きればいいというマイノリティへのメッセージになっており、読者に対し、 マイノリティであることは悪いことではなく、個性という感覚を密かに植え付けた可能性を指摘している。江口本人は本作のようなおマの面白さを扱った作品として、後にブレイクダウン等を描いている。オタク文化史研究家、吉本大松明によれば、本作はその後の男の娘ブームの直接の先祖であるとされている。吉本は江口が男女の描画行動を 明示的に転倒させることでギャグを生み出している一方、そこにおいて性別を越境する怪しい魅力をも作り出していたと分析する。男性キャラクターに対して女性の描画行動を使い、受け手の認識を混乱させる試みは、吉本によれば手塚治虫のリボンの騎士にまで遡るとされ、本作ではリボンの騎士より明確に男の子でも可愛ければ恋愛。 性の対象にしても良いという視点が打ち出されているとされている。吉本は描画コードの点灯はその後も漫画表現の中に根付いて継続していったとし、奥広や編小野里仕をバーコードファイターをその例として挙げている。男の娘年表の構成を担当したクルス住友は男の娘文化の視点はどこかと論じることから始めている。それによれば、 江戸川乱歩の小林少年、横山見つてる伊賀の影丸の影丸の女装の頃には一部に熱狂的なファンがついていたという。そこへ大きな一石を投じることになったのが本作であるとし、ひばりくんの可愛さは衝撃的であり、彼が近代女装美少年文化の視点という評価にことを唱える者はまずいないだろうと断じている。一方で、クルスは 男の子クラブボリューム1において、本作を女装系漫画のルーツとみなす認識にことを唱えている。ラブコメのアンチテーゼとして書かれた本作であるが、結局本作の流れを継いだのは、気まぐれオレンジロードなどのポップなラブコメであった。系譜を作り得なかった本作は、その意味において、ルーツとまでは言えないと述べている。夫娘におけるクルスの分析では、 本作の流れは一旦少女漫画に受け継がれつつ、バーコードファイターで多くの児童の価値観を再び揺るがしたとされている。漫画評論を行っている長山香織もまた現在の男の娘漫画に直結する先駆的作品として本作を挙げている。家族が嘘をついて工作をからかっているだけという可能性を指摘しつつ、実は男の子なんだけど、本当は 女の子かもしれないという想像の余地を読者に残す本作の手法は後の松本智樹、プラナスガールに継承されたとしている。一方、足山広子は2015年の本作を男の娘作品の古典として挙げた論考において大空ひばりには男の娘の本質の一部が欠けていたと分析している。足山はひばりをプラナスガールの主人公 相川藩と比較し、容姿と行動で男の主人公を翻弄する小悪魔という点では通じるものがあるとしつつ、両者には決定的な違いがあると論じた。すなわち、大空ひばりは主人公と家族以外の世間には女性として紹介され、かつ認知されている。また性同一性障害やおかまとして扱われる一面もあり、ポジションはギャグキャラクターである。 対して、相川藩は常に女装で生活していながら、政治人は一貫して男性であり、にもかかわらず学園中からアイドルとして扱われているのである。足山は、プラナスガールでは、男の娘の可愛さが性別の範疇を超越するものとして表現されていると評し、両者の対比の中に80年代から現代に至るまでのパラダイムシフトを見出せるとしている。 プラナスガールなどの後、男の娘ブームは収束に向かった。男の子クラブの創刊者で、男の子時代の編集長であった井戸高明は、ブームの頃に面白いコンテンツがあまり出てこなかったことを衰退の原因の一つに挙げている。その上で、本作を次のように評価している。絶対的に可愛い、小悪魔的な男の娘というのは、 ひばりくんを超えるものはもうないんじゃないかと。ただ、あれを描ける時代というのもあったと思います。ニューハーフブームあったにしても、ひばりくんの実態がはっきりとはわからないんですよ。それに翻弄されるというのが、ギャグ漫画として成り立ったのは、時代性でしょうね。今同じようなことをやっても多分成立しない。男の子時代編集長、井戸高明井戸は、今後も大きな波は、 再びやってこないだろうと予測し、男の娘的なもののメルクマールと言えるものは、結局、本作やバーコードファイターになるだろうとしている。6度にわたって刊行されている。最初に発行されたジャンプコミックス版の単行本には、最後の4話が未収録であった。1991年に発売された完全版は、JC 版に未収録だった4話のうち3話を収録したものの、 連載最後の回は収録しなかった。最終回の収録は1999年の短編集江口久志の犬の日記、臭いはなし、その他の短編が最初となる。その後2004年に発行された文庫版はこの最終回も含んでおり、一応の全編収録となった。ストップ。ひばりくん。コンプリートエディション3に最終話が過失掲載された。なお、 第2巻に単行本未収録の J の告白のエピソードが初掲載された。ただし、JC 版の時点で、小回りに手を加える、ジャンプ掲載時の2話を1話にまとめ直すなど、大きく手を加えている話が多々あるため、未収録のページが存在する。ありがとうございます。